岩手県出身、菊池しおり22歳。今はどんな感じなんですか？一応キャディをしながらゴルフ場に勤務してるんですけど、キャディ業務が終わったら、ラウンド守備って感じですね。ゴルフ場で働きながらプロテスト合格を目指す彼女、実は22歳にして去年初めてプロテストを受験。3年間何してたの？もう全然受けれる状況じゃなかった。もうスイングをもう全く一からさやるってなったので、もう一気に90ぐらいとか叩くぐらいになっちゃって、全然もうプロテストに出るぐらいまでいて出来上がってなくて。今年のプロテスト合格を見据え、全てを一から鍛え直し、4年間ゴルフに費やしてきた。しかしゴルフに集中するために実家を離れて一人暮らし、金銭的に苦しいようで。一人暮らししてから自炊もするようになりましたし、節約やっぱり感謝、もうその日暮らしぐらいのゴルフができないです。ゴルフのため節約生活を続けている。優勝したら佐藤のご飯1年分1年分ですか？すごい嬉しいじゃないですか。もう冷凍しなくていいですよね、1年間すごい助かります。でしょ。4年の努力を経て勝負の年を迎える彼女、サバイバルを生き残れるか。